佐伯の息は白陽の白。だって若い時は痩せとったもん。それはやっぱ10年太りしますよ。何回か忘れましたけど、タイトル言いました。佐伯の息は白陽の白。この番組は、南海放送を卒業した宮島さんもファンだということを情報が入りました。なんかね、暇か君は。時間ない。暇なんですね。時間があるんですね。もうちょっとエッチ話も聞いてみたいですって言ってました。本当ですか。ちょっと僕がそういうのも多いかなって言った。ママになってちょっと。すごい。そっちにも行けるようになってきましたか、宮地。さあ、今日のそんなのが出ましたね。なんて言うんだ、言ってごらん。もう、汗だく。おう。ん？あ、来ました。あら、宮島さん。あ、もうびっくりですね。かわいければ許される。あなた、ますよね。ですよね。特にかわいいわけではない。はい。仕事をできる江差さんがミスをしてたらそれを指摘する女子と、うん、私できないですっていう可愛い子と、どっちが好きですか？で、好きなのは可愛い子が好きですけど、その直接被害を受けてしまうので、その仕事上の被害を受けてしまうので、その。まあまあ、ちゃんとできる方の方が、こうがいいです。大人になったね。あのディレクターは、全然そういうことに振り回されないですよ。かわいいからと言って、何でも許されると思ったら、はい、間違いじゃんっていう人。怒る、ちゃんと怒る人。怒りますよね。あのね、でも女子アナって、はい、そういう枠と、そうじゃない枠との戦いがあると。おお、本当ですか。まあ、女子アナはなんか特にあると思いますよ。そうじゃない、そのフォトジェニックじゃないけど仕事はちゃんとやる派と、そうそうそう、もう お飾りお人形持ってくれるだけでいいみたいな、で、もう仕事ができない。だけど、いや、もう可愛かったら何でもいいっていう人はいるんですよ、一定数。いますね。いますでしょ。いますね。いますんですよ。うちのディレクターの中でも。多くでしょ。ね。はいはい。おじさんにとか言ったりとか、人と親しくなったとか、そういうお近づきになった、そういうんじゃなくて、私は自分で頑張って仕事をして。今どんな会社なんだと思って。いや、ここにあるんです。ここは。わかりますか。例えばの話ですよね。わかりますか。例えばの話ですよね。